皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、う野のたかです、えー。今日も私の著書、えー、週刊手帳術の中に書いてある、えー、まあ私がやっているようなことの、まあ実践というか、あのー、実際のお話をしていきたいと思います。で、今日のテーマはですね、まあ7つの週刊でいう最新再生の中の、まあ人格主義の基礎みたいな、まあ、ちょっと そんな話をしたいと思います。ちょっとタイトル硬いな、みたいな感じだと思うんですけども。まあ、うんと、ちょっとお,おさらいでお話ししとくと、まあ、最新再生っていう中では、4つの習慣があって、えっと、肉体知性、社会情緒、あと精神ということで、まあ、あのー、ちょっと前の動画で、あの、つずつどんなことをしてるかっていうのをお話ししてきたんですけども、まあ、それが最終的に言うと、 人格を形成するみたいなことの基礎になっているんですよ、みたいなことが、まあ、7つの習慣の中に書いてあるということで、まあ、あの、本の中では、こう、1日1時間ぐらい、そういうことに時間を当てなさい、みたいなことが書いてあるんですけども、まあ、私の中でやってるのは、最初のその肉体と知性は、まあ、私的成功と呼ばれていて、でまあ、 私は運動、まあ、ジョギングをしたりとか、あと読書をしたりとかっていうことで、まああのー、肉体知性の、まあ、基礎みたいなものを習慣化していると。で、えー、後半の社会情緒と、えー、精神というところは、まあ、仕事とかボランティア活動ということで、まああのー、仕事はあのー、自分が持っている仕事、えー、今の仕事。 でボランティアの方は、まあ、ミニバスケットの審判であったりとか、まあ、今は著者という感じで何かしらこう、うん、何か情報を提供するというそんなことをこう活動習慣としてやっていますということです。でそ,のそれがこう7つの習慣の中で言うと人格主義の、まあ、回復というサブタイトルがついているんですけども、まあその 7つ目のその最新再生っていうのをきちんとやっていくことで、まあ、人格が磨かれますよみたいなことだったりとかまあそれが私自身はその,あの基礎みたいな活動だと思っていてでまあそれをこう総合するとまあ、うん、成功みたいな形になるというふうに思ってたりもするんでで特にですねまあこの4つの習慣って 何かこう一個でも書くとバランスを崩すっていうふうに書いてあ,あるんですよね。で、まあ、うん、当たってるような当たってないようなっていう気もしないでもないんですけど、でも確かに何かが書けるとそのバランス崩れるなっていうのはなんとなく私自身も感じていて、まあ、特にこう、その一番最初のあの肉体、まあ運動とか要は健康じゃないと、 他の三つって確かにできないな、みたいな。そんなことだったりもするので、まあ多分、その、うん、原則、まあ七つの習慣の中の、こう、特に強調されている原則みたいなものに、こうは、反していくというか、うん、うまくいかない要因になってしまうっていうのは、あ多分、その、私がこの四つなんですけど、他のみ、いわこれを見てる皆さんも、多分、何らかの形で、こう、四つの習慣って言われたら、 多分そういうものが当てはまるんじゃないかなって思うんで、まあ、あのー、やっぱ原則であり、基礎であるというふうに思ってます。で、これって、やっぱりその習慣、要は一回できりゃいいって話じゃなくて、何回も何回もっていうことで、まあ、習慣化していかなきゃいけないことなので、まあ、あのー、これを、やったかやってないかっていうのを、きちんとこう見るためには、まあ、手帳とか、 そのノートとか、何らかの形で、できたとか、今日は、今日はっていうか、まあまあ、広い目で見ると、ちょっとやれてないなとかっていうことを、こう、確認していかなければいけないのかなというふうに思ってたりもします。で、それが、やっぱり、夢とか目標とか、何かこう、成功させたいとかっていうことであるのであれば、なおのこと、この4つのことは、 多分、うん、バランスよくできてないと、まあ、うまくいかないのかなっていうふうには思いますので、まあ、あのー、当然、成功してる人が書いた本だし、その通りやれば、当然成功するんだと思うんですけど、ただ、まあ、いろんなこう形があると思うんで、やり方とか形があると思うんで、まあ、それをこう、自分の中に当てはめると、何なのかっていうところを、しっかりこう、見極めて、 やっていかないと、まあ、やっぱり、うん、うまくいかなかったりとか、うまくいってたとしても、ちょっとそのバランスが欠けた成功になってしまったりもするのかなというふうに思いますので、まあ、あの、一個ずつのこう習慣っていうのも大事なんですけども、まあ、多分んバ,バランスよくやるっていうことが大事じゃないかなというふうに思います。 ということで、まあ私が考えているような、まあ、人,人格主義というか、まあ成功するところの基礎は、まあまあこういうことをした方がいいし、バランスよくした方がいいというふうに思いました。という、そんなことです。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。